まちょっと待ってね。よいしょ。こんばんは。舞台リメインズ3日目無事終了しました。もう見た方も多いかな。ちょっとね、ネタバレはちょっとしないんですけど、ちょっとね、本当にマジで盾とダンスもう盛りだくさんでして、アバター来てる？マジ？あれ以降見てなかったな。東さんあんなキャラなのね。そう、ロマーナがすごい強烈なキャラなんですよね。うん、サングラスの、え、マジ来てる？うん、本当だ。アバター来てますね。7月2日です。うん。みんなよかったらアバターもらって。うん。着替えてみて嬉しい。ありがとう。いいじゃん、アバター。もうね、ちょっとね、東みたいなと、ああいう個性的なキャラやってみたかったんですよ。似合ってた？本当？嬉しい。あんな感じ初めてだね。もうノリノリでしたよ。ノリノリ。まださ、終わってないか言うの難しいんだけど、稽古の時にね、でもね、なんか言われたのが、もうちょっと人間味が欲しいかもって最高が来てる。ちょっと持ち猫さん、本当？ありがとう。今日も来てくれてたよね、確かね。うん、ちょっと人間なんか多分ね、あれよりひどかったんだろうね。ちょっと個性が強すぎちゃって人間じゃなかったのかもしれないみんなお着替えしてくれてるの、ありがとうね。
かわいい。そう、カーテンコールもロマーナは保ったまんまでっていう感じでやってて、ただライブパートの一部分はキャラじゃなくていいよって私はちょっと許可を得ているので、ちょっとどの部分かはちょっと言えないんですけど、まあ、ここなんだろうなって察してください。着替えました。ありがとうみんな。いやー本当になんかちょっとごめんね、アイス食べるね。パピコです。あ、やばい、放置しすぎてトケトケだ。なんかダンスがやっぱすごいんですよ。何味？コーヒーチョコみたいなやつ。ナソに戻ってるところとてもわかります。あのキリンじゃん。ライブパートちょうど近くに来ないポジションだった気がした。確かに役だったね。演技だとそうね、そこの位置が多いけど、ライブパートだとちょっとね逆だよね。そう、ね、うん、うまね。いやー本当にロマーナすごいんですよね。うん、まあね、ちょっと全部ネタバレできないからあれなんですけど、うん、本当にねみんな一生懸命練習してるんで、ね、初舞台の子が2人いるのかな。うん、みこと役の子とジュリナ役の子が初舞台で、みんなでね作ってるから、美味しかった。そこは先輩としてアドバイスとかするんですか。うん、先輩としてっていうか、でもみんなでこうしてみたらああしてみたらって言うかな。でもみことはね何も私言ってないわ、ここ好きぐらいかな。ねえみことすごいよね、かなりね、ほんとすごいと思う。盾も綺麗だし、あんな激しいダンスはね久々にしましたね。超楽しいけどね。
みんなお若くてびっくりね。そう、みこと役の子はね、初舞台なんですよ。すごいよね、全然初舞台に見えないのがさ、本当って思ったもん。やっぱさ、初舞台ってなるとさ、なんかどう動いたらいいんだろうってなるんですよ。私もそうだったから、すごいそのね、気持ちわかるし、でも全然みこと最初から堂々としてて、かなりんが、うん、全然動けてるし、もうすごいなって思った。本当に尊敬。ジュリナがね、おもろいんだよ。園田がね園田がね、おもろいの。なんかね、多分ね、運動がちょっと苦手なんだろうね。走り方の練習から始まったよかわいいよ、園田。なんかあんなになんかね、ギャルっぽい感じするじゃん、この X のアイコンからさして、私動けますみたいな悪口じゃないよ、いじってるだけよ。そう、私できますって感じするけど、もう 走り方がダサいっていうのでね、みんなでね、みんなで練習した、こうじゃない、こうじゃないってかわいいよ。みんなのいじられキャラかもしんない、ロマーナの中のそう、ロマーナの楽屋の中ではいじられキャラかな。かわいいの、こうじゃない、こうじゃないって言ってさ、はいはい頑張りますスキップはできるんでしょうか、え、できるのかな、ちょっと聞いてみるね、明日忘れなかったら。そうなんかでもヤンキー、ヤンキーなんかああいうね、なんだろう、ジュリナみたいなキャラが多分自分とさ違うからなんだろうかさ、わかんないけど、なんていうの、かわいい動きが、頑張れ頑張れって。私はもうそれよりか、私はもうね、ひなぴよさんがかわいすぎて、ずっとキャーキャー言ってるライブパートの時、もう今日なんてさ、ギター弾く感じだったの、あのライブパートでギターとベースみたいな感じで言っててさ、もうなんかさ、ひなぴよさんがエアギターしてるのめっちゃ可愛かったんだよね。超可愛い、本当に可愛い。何が可愛いかって、あんなさね、身長ちっちゃいのに大きな武器持ってんのよ。超可愛くて、超可愛いの。ほんとし、本人に言ったことない、こんなにキャッ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 言ってんの。もうほんとにマジで影から言ってる、遠くの席から言ってる、可愛い、みたいな可愛いひなぴよさん第1弾の配信も見ましたけど、生オペラ改めてやばいっすね。あれね、すごいよね、マジですごい。本当にスターライトね、生歌だからさ、きついよ。私もびっくりしたもん、え、あのオペラ生歌なのみたいな。おっきな武器とは、おっきな武器X で休校したじゃないですか。なんかね、文章だとできるんですよね。なんかやっぱさ、あの人、その人を目の前にしてしまうと言えないっていうのが多分あるじゃないですか、人ってね、だからね、あのね、陰キャなんです私
生オペラだよあれ、すごいよね。私もさ音源かと思ったらさ口から音源でびっくりしちゃった。仕事休みになったね。明日の公演チケット購入しました。本当嬉しい、ありがとう。ナソホに大木さん呼ぶしかねえ。いやでもさ対面で私がねちゃんとできるかですよ。口から音源です。本当にひなぴよさんすごすぎる。本当に超かわいい、かわいすぎる。ねえ、なんかフォロワーさんも増えましてめちゃめちゃ嬉しい限りです。ありがとうございます。私も歌うまくなりたい。安藤さん演じる東がとてもいいキャラすぎて劇中とパフォーマンス、ライブパフォーマンスとのギャップも素敵でしたって。ありがとう。嬉しいよ。なんかさあのさああいうねキャラを演じてるとさなんか本人ってどんな人なんだろうって思うじゃん。絶対本当にごめんね。なんかさ逆にさ変なショック受けないでね。これなんだわね、これなんだわねって何ナソに爆レスもらって落ちそうってフォロワーさんが本当イエーイ。俺さあのさラジオだからさ顔見えてないけどさもう今画面に向かってダブルピースしてたよ。イエーイってこんな人です。でさなんかメイナがメイナあのなでしこ役のねメイナがファンサってどうやってやるのってどうしたらいいかなって聞いてきて超可愛かった。投げキスすればいいじゃんって。ちょっとやってみるってかわいい。かわいいよメイナ、かわいいよね。されたことないんだけどそうなんか言ったよ私は。そう私はそんなしてないけどねって普通に投げキッスとかすればいいんじゃないって言ったらやったやったって今日やってみたのって終わった後言ってきた。可愛かった。何これ、こんなうちわあんの、すごいね。そうメイナちゃんがね聞いてきたの、どうやってファンサしたらいいかなって。こと何かさ今までさ私さねいろんな現場でねなんかねいろんな役をやらせていただいてきたけどその中でもこうね妹っぽい感じだったじゃん。みんなんだろう周りがやっぱ先輩でさ私が後輩で
でもロマーナの中だといろいろこう舞台に立たせてもらってるか、私がなんか私がお姉ちゃんみたいになっててどうしようどうしようって感じ。でもね、みんながね慕ってくれるのなそうって嬉しい。頑張っちゃう夏バテしないようにね。ね、みんなもね暑いからね。今日のシクフェ公式動画のコンビエモね、おもろコンビですよもうね、ね、舞台見てない人いたらあれだから言えないんですけどあら、ワイヤットさん、アイスありがとうございます。巨大アイス、アイス大好き。長崎さんは同い年だったか。そう、中地はね同い年です。あ、なんかすっごい、なんかね筋膜リリースをやってもらったんですけど、衣装的に私タイツだからさ見えないんだけど、すごい、なんか筋膜リリースってすごいね。なんかガーってさ鉄の棒みたいにゴリ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 やってもらってるんですけど、すごい。アズマのキャラ的にさむずいね、いろいろとねでもねめっちゃ楽しいんですよ、アズマ本当に楽しい、本当に楽しいです。台本見た時大喜び、私ね、頑張りますよ。13公演ありますから、いっぱい歌って踊って盾もするんでね。あのレビュー終えた後の今後が楽しみですね。そうね、あのあとどうなるんですかね。僕からは何とも言えないですはいアバターゲットだって、使って見てる側から見ても楽しんでるの分かる、本当嬉しい。やったね。そうそうそう、あれまだ販売始まってないか。ちょっと待ってね、 X 遡る。12日だ、違うね、7月の20日と23日の2日間、トークポートを行います、はい、でそのトークポートの販売が12日の21時からの販売予定になるので、よかったらねトークポートでお話ししましょう、いろいろと。そう、なんか2日間に分けてもらいました。土曜日と火曜日かな。ねえ忘れないようにして、12日ね、公演中だから。違うわ、12日公演じゃないじゃん、休演日だ。そう、那須穂の前日と2日後、そうそうそう、朗読劇のチケットもうそろそろだったよ。ああ、そっかそっか、すごい、みんなの方が覚えてる、ありがとうね。そうね、再来週には君に送る朗読会もあります。やば、朗読劇あるわ。ねえ、那須穂もね21日にあるので、
ぜひぜひ。いっぱい、もう謎活デイですよ。謎活ウィークっていうの。ね、7月謎法申し込みも定時だったら舞台中だった。あら、もうね、始まってるからね、謎法ね、申し込みがね。え、よかったら遊びに来てください。謎法っていうあのワロップのねやつあるんですよ、放送で。謎法参加できなくて残念です。あれ、これ謎マネさん、名前謎マネになってるけどどうなんだろう、わかんない。マネー本物本物。あれ、7月いないんでしたっけ。私いると思ってたけど、やばい。最近全然さ、謎マネさんにさゆっくり話す時間がなくてさ、寂しいんです。今日ちょっとだけチラッとねお会いできたんですけど、そう、ワロップ放送なくなったけど何かで配信すんの。え、どうなんだろう、 YouTube なんだろうね、配信あるとは思うよ。た、さすがに放送局だし。8月の謎法ってもう日程決まってたりします？うーん、まだ公開されてないけど、あー、そうなんだ、ココちゃんの、プリちゃんなんですね。そうなんだ、悲しい。頑張ってください、いってらっしゃいませ。謎法告知の時点でもう販売始まってたしね。ねえ、そうだよね、ちかなちゃんの声や、そうだよ。参考にさゆばさんとはるちゃんは YouTube で配信するみたい。あ、そうなんだ、あらあら、そうなんですよ、大宮まで行かれるんですね。眠くなってきた、お風呂も入んなきゃ。明日もね19時からありますので、よかったらお越しください。明日明後日はね19時です。で休園日やってって感じ。なんかあっという間だねって考えると。でもさ、このさ土日月がね2公演3日間続くから、本当に体調気をつけないとやばいね。8月の謎法はいます、やったね。だってよ、みんな、なんかさ、もうゲスト謎マネさんにしたらダメか。体を休めて明日に備えてくださいね。ありがとうね。明日も行きますって、嬉しい。そうね、ロマーナ、ほんとさ、ロマーナね、みんなほんと頑張ってるから、ロマーナもね、なんかロマーナ人気出たら嬉しいなって思うしね、舞台もねできるように頑張りたいなってすごい思ってます。ね、ほん
当になんかねエゴサするんですよ、めちゃくちゃ。私いっぱい検索かけてさ感想を見てるんですけど、なんか本当に多いの、ロマーナいい、ロマーナめっちゃいいって。そうで評判がとてもね多くて嬉しいのでね、これからも頑張ります。ありがとう、みんないろいろ感想書いてくれて。もっと書いてくれてもいいんだよナソマネとナソマネジュニアは強いぞ。確かにスタンプ一気に溜まってしまいますねね、もっともっと頑張ります。もうね初心の心を忘れずに、初心を忘れず、感謝を忘れずね。ちょうどさでもさナソマネさんいるから、みんななんかあったら今言ってくださいね、ほんとナソマネさんにはいつも感謝してますよ。ロマーナ最高、ありがとうございますね、ロマーナグッズ出るまで頑張ろうだってねえ頑張ろう。トークポットありがとうございますね、トークポットね。ナソマネさんのブログ面白くて好きです。ほらやっぱ面白いですよね。ナソマネがゆっくり休めますようにだって、ね、あすごいお忙しいとは思いますが、お体には十分にお気をつけくださいみんな優しいね、心配だよね。ブログ書かなきゃ、いやもうまずは休んでください。休むのが第一優先ですね。ありがとねみんな。もう45分なので配信も終わりにしてお風呂に入りたいと思います。本当にねちょこっとだけだけど配信できてよかった。またできる時にやります。1公演なのでねちょっとできました、体力的にも。これからちょっと温存するので、次のは配信は多分千秋楽終わってからになると思います。ナソネ成長に見くれて、本当ですか、嬉しい嬉しいです。皆様のおかげね、いや本当ですよね。ファンのみんなもそうですけど、スタッフさんとか周りのね関係者の皆さんとか、もちろんナソマネさんとかのおかげで私は舞台に立ててるので、そうね次はネタバレ気にせずにね、もう思いっきり話せますんで、その時にねいろいろお話ししましょう、ゆっくりね、はい。ということで男女読みますね。13位とも猫さん、13位とも猫さん、12位マイクさん、12位マイクさん、11位ノアさん、11位ノアさん、10位キータさん、10位キータさん、9位カワちゃんさん、9位カワちゃんさん、8位カブさん、8位カブさん、7位ナリスタさん、7位ナリスタさん、6位ディーヤマさん、6位ディーヤマさん、5位カズさん、5位カズさん、4位ウエストライフさん、4位ウエストライフさん、3位ペンギンさん、3位ペンギンさん、2位ワイヤットさん、2位ワイヤットさん、1位もち猫さん、1位もち猫さん、ありがとうございます。ということで、いっぱいいっぱい、X でつぶやいてください。舞台リメインズ、ネタバレなしの方は舞台リメインズでハッシュタグつけて、で、ネタバレありの方は、リメインズ見たようで、ハッシュタグつけてつぶやいてください。もう私はエゴサをしまくってます。多分、全部見てると思う。
はい。え、何当たりやってすごいじゃん、よかったねりなおさん。何この当たりはこの当たりは何、何がどうなるの。何も理解してない。あ、バッジがもらえるのね、よかったね。はい、ということで、お風呂入ります。はい、ではでは、ありがとうございます、ありがとうございました。また会いましょう、ルーム。バイバーイ。